来月卒園する園児たちが保護者をもてなす茶会が唐津市の認定こども園で開かれました。心を込めてお茶を立てますので、おいしくいただいてください。唐津市で幼稚園と保育園を運営する昭和学園では、31年前から茶道を通して園児たちにわびさびの心を育んでもらおうと、年長児を対象に毎月2回茶道教室を開いています。今日は卒園を前に1年間の練習の成果を保護者の前で披露し、感謝の気持ちを伝えました。園児たちは去年の夏に親子で絵付けをした手作りの器を使い、一生懸命お茶を立て振る舞っていました。この茶会はあさってまで開かれ、合わせて98人がお手前を披露することになっています。